というわけで、えっ、ー、と、日本人の妻と2歳と6歳の娘とフランスの田舎で暮らしています。さらに5年、10年くらいこちらにいる場合、子供の学校は現地校、インター、パリ日本人学校、どのような学校に交わせるのが良いと思いますかえっ、ー、と、2、3歳、なんか日本人学校に通ってる子供が大きくなった話をあんま聞いてないんですよね。だから僕、前にそのあの、えっ、ー、と、その日本人が割といるところの、そのなんか、あの、 語学学校的なところに通ってたところがあってで、そこでそのなんか23年だけ、そのあの東京から出張できてます。みたいな人がいて、で日本人の学校に入れてます。みたいな話を聞いたんですけど、あの日本よりもなんかあの日本っぽいみたいです。ごい大変って話を聞きましたね。そのあのまあ、日本の場合って共働きの人多いじゃないですか？ で、その、こっち、まあ、フランスに駐在する場合って、旦那さんが、まあ,あ、仕事の関係でこっちに来て、うん、で奥さん暇ですっていうか、う奥さん働かないですっていうのはほとんどなんですよね。まあ、そもそもあの働ける、その、の能力があるわけでもないっていうのもあるし、その、労働のビザを取るのも大変なので、そもそもフランス語喋れないようにっていう現地で企業で採用されるのもきついってのもあったりするので、で、えっ、ー、と、その、旦那さんが、その、駐在っていう形で来た奥さんのビザだと、そもそも働けないかな っていうのもあったりするので、基本的にその、あの、専業主婦が多いんですよ。で、日本の場合だと、まあ、共働きの人もいるので、その子供の世話だったり、PTA 的な活動っていうのは、そんなになんか大変ではないらしいんですけど、こっちだとなんかね、輪をかけて PTA 活動大変っぽいんですよね。要は、その、みんな専業主婦なんで、その、すげえ凝って作ったりするらしいんですよ。なんか、卒業アルバムみたいなやつとか。 なんかその卒業アルバム毎年作るんですけど、その毎年作る時の初年度の最初の段階で、なんかもう、その発注が始まるらしいんですよ。<laughs> なんかほら、普通卒業アルバムって、その1年間、なんか6年生かながなんか終わって、で、残り3ヶ月とかで、じゃあこの写真使おうかとかで決めるんですけど、なんかね、外側の、なんかアルバムの外側の外装を、なんか、 全員分手作りで作るとか、なんか、その、おしゃれに刺繍するみたいな、なんか、そういうのが当たり前だよね、みたいなのらしくて、で、それをなんか、手縫いでやるらしいんですよ。だから、その年だけなのか、たまたまそういう年だったらわかるんですけど、で、っていう、なんかその、で、一回それやっちゃうと、次の年も頑張らなきゃいけないよね、みたいなのが、ずっと繰り返されていて、なんか、かなりその、なんか、学校の世話をするのが大変らしいんですよね。 で、あと、まあ、日本の人って普通学校、小学校とかって子供が勝手に学校行くよねって、すごく当たり前な感覚だと思うんですけど、そのアメリカとかフランスって、あの、子供が子、子供だけで学校に行くのは違法だったりするんですよ。まあ、地域によってですけど、パリとかだと12歳ぐらいまでは、11歳かなあの、子供が一人で外歩いちゃダメなので、親の引率にしなきゃいけないっていうのがあって、なので、その日本人学校とかも、その、 子供を連れて学校に行くための保護者っていうのが、なんか毎週かなんか割り当てられてて、で、それをしなきゃいけないらしいんですよね。 なので、その、まあ、例えば、じゃあ、本当に共働きになろうと思っても、でも、その子供のなんか引率をやらなきゃいけないよね、とかで、学校行かなきゃいけないみたいな。ほんで、その帰りとかも、なんかその子供を引き連れて帰らなきゃいけないみたいなのがあるらしくて、なので、なんか相当きついっていう話を聞いたので、まあ、それは現地校でも、まあ、基本的にはそうなんですけど、なので、あの、日本の方がそういう意味で、あの、まあ、教育の中身は置いといて、親の負担でいくと、日本の方が負担は少ないんじゃないかなと思ったりしました。はい。